こんにちは、マリーです。今日はギミックじゃないパペットについてお伝えします。徐々にマスターアデュエルに実装されたもののあんまり目立たないパペットくん。種類が少ないのでデッキとして単体では難しいです。ですが、最強テーマ、オークライとの相性が抜群。特徴は3つあります。1つ目は戦士属地属性統一テーマであること。皆さんご存知、オークライの新規です。隠れたシナジーもあるので強力にサポートしてくれるでしょう。二つ目は火力が出せます。詳しくは解説で話しますが、クイーンとプロモーションは打点を上げることもできます。最後はバトルフェーズをサポートしてくれます。パペットルークくんがいれば、攻撃可能なモンスターがいればバトルフェーズに持ち込めます。それではカード解説からいってみましょう。現在マスターデュエルにあるパペットは5種類です。上級が2種、下級が2種、魔法が1種です。それぞれのカードを順番に見ていきましょう。まずはキングから紹介します。エースのため攻撃力がテーマ内最高値です。特徴としては、相手がモンスターカードを手札に加えた時特殊召喚できます。なかなか制限が厳しいので出せないんじゃと思ったそこのあなた、安心してください。下級がサポートしてくれます。ただし、1の効果を発動すると次の自分のターンのエンドフェーズに破壊されます。次のターンまではなぜか生き延びるのでうまく活用しましょう。お次はクイーンです。胃が小さいのがおしゃれポイント。パペットデッキの中核はこいつと言っても過言ではありません。チェスでもクイーンの方が強いので致し方なし。効果の一つ目はキングと同じで割愛。えぐいのは召喚。特殊召喚後に種族生成種族レベル7モンスターを特殊召喚できます。レベル7ということはつまりあいつが召喚できます。モークライを並べることができる上にモークライを邪魔しない。なのでモークライだと思います。しかしパペットキングが空気かというとそういうこともないです。パペットキングを出した場合、戦士属地属性すべての攻撃力が1000アップします。手札か没という条件がつきますが発動できればかなり優位になるでしょう。ここからは下級モンスターです。ルークは、召喚時、守備表示にすることで、地属性戦士属を墓地に送れます。愚かな埋葬効果で強いですが、それだけでは終わりません。二つ目の効果は攻撃誘導効果。ちなみにしなければならないので、攻撃可能なモンスターがいれば、必ずバトルフェーズに入りこのカードを攻撃する必要があります。バトルフェーズに入らないという選択肢は存在しなくなるのがモークライには嬉しいところ。そして、最後に攻撃対象になった時に、墓地のカードと入れ替わる効果。レベル6以上限定の制限はありますが、召喚した時に墓地に送っておけば入れ替われます。自分で誘導しておいてじゃあのするかなり姑息なカードです。一人でこれだけ動けるので初動として地味ですがしっかり完結しています。メテオラゴンを特殊召喚した時は、効果無効を発動できないので注意しましょう。ウォークライで使う場合はスキーラ蘇生もおすすめです。戦闘終了後にはなりますがルークを蘇生し再度攻撃してもらうことができます。下級2体目はポーンくん。ダイレクトアタックができ、プロモーションをサーチできます。特徴的な効果は墓地から除外するとモンスターをサーチできる効果。この効果にはデメリットがあり、相手もモンスターをサーチできてしまいます。一応できるなので手札に加えないこともできます。ではなぜこんな効果が付け加えられているのか。それはもちろんこいつらの特殊召喚条件を満たすためです。デメリット効果もこちらの展開に利用できます。オープニングでも見ていただきましたがこんな感じ。こんな感じで手札と相談しつつ、必要なカードを考えて使いましょう。最後に紹介するのはプロモーション。チェスでポーンが他の駒に変わるあの瞬間ですね。レベル3以下の戦士属地属性を他のモンスターに変換できるカード。カード名の都合、テーマ内ではポーンしか対象にできませんので、他のカードを採用する必要があります。その後、フィールドに戦士属地属性、パペット、入れば、相手の墓地の枚数 ×100 行使が上がります。なぜ強くなるのかは謎です。最後にリプレイを見ながらお別れです。